大人の遊びをしししよようじゃないいいかデバレッジ投資家いつきですす本日もよろしくお願いいたしますさあ次のね、えー、ボラ率の高い日は22日と、えー、いうことになっておりますのでね、えー、この日を、えー、しっかりとね頭の中に思い描いていきながら来週の戦略そして5月の戦略ということをね考えていきたいと思います現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです作戦会議スタートです はい。5月の22日、何があるかと言いますと、まあ我々が観測している、ね、中では企業の決算があります。まずはアナログデバイシス、NVIDIA、スノーフレイクと。 いうね、えー、こちら、あ3企業が決算をしてきます。NVIDIA とスノーフレ k クは時間外取引になると思いますけれど、アナグロデバイシス、こちらの方はね、えー、場中前なのか場中なのか、まあ、そのあたりで、ね、発表があるということになりますので、まあ、この日から23日っていうのはボラ率がね、かなり高くなるんじゃないかというふうに考えております。はい、ソクルですね。えー、こちらの方は、まあ、 週末マーケットということもね、あったので、まあ、理覚されたのかなというような感じですね。えー、ただ、まあ、最後、引け間際にね、ぐーっと上昇して、かなりね、マイナス分を取り戻して、まあ、時間外取引はレンジに入ってるということで、もう n b では決算待ちですよね、ということで、まあ、出来高の方もそんなに大きくありませんしねと、と、えー。ただ、ボリンジャーバンド、プラス2シグマ付近にはいてますんで、 まあ NBTI の決算出るまでは横横していきながら n i d i の決算後上昇していくんじゃないかなと思います。今年付けた52週の最高値56.99これをねとうとう超える時が来たのかどうかと。ただ今の段階に、ね、なっておりますと終わり値ベースで45.4ということになってますんで、まあ、ここでエントリーする必要はないんじゃないかと。今お手持ちのソフトクルがどこまで、ね、上昇していてトータルリターンプラスになるのかを待つ。 というのがね、まあ、今の現状なのかなと。まあまだね SOXL、半導体持たれてない方はね、ねちょっとここでインするのを我慢しておいて、まあ、次のね押し目調整、入った時にねしっかりと購入していくというのがねいいと思います。あまりにも高いところにねいてる間は手を出さない。これがね鉄則かなと思います。 そういう意味ではね、テスラニバイブル、こちらの方がね、買い時かなということで、7から9のね、レンジに入ってるんですよね。出来高の方も細っていますしと。ただこちらは22日の NVIDIA とかね、そちらの方の決算が出てきてもあまり関係がないのかなと。 テスラ2バイブルが今月上下、激しく揺り動かされるのはね、5月31日の PCE ということになりますので、来週1週間はレンジに入ってると。じゃあこのレンジ期間でね。 しっかりとリバランスがかけれるのかどうか、一瞬上振れして、ね、高くなってくれるのかどうかというところが、ねまあ、ポイントかなというふうに思っているわけなんですよね。終わり値が7.7ということで、今週の高値を見ますと、月曜日が7.54、火曜日が7.89、水曜日が7.94、木曜日が7.56、金曜日が7.89と、場中は8ドルいかなかったんですね。 プレマーケットの間で8.02まではね、目視で確認してるんですけれど、さあ、来週上振れして8ドル台になることがあるのかどうか、8ドル台になってくれれば私もリバランスかけれるチャンスが到来すると。 ただ、私が保有しております、テスラ2倍ブルまず300株はマイナス50.82。マネックス証券210株はマイナス42.03。で、こちらですね。598株。これをリバランスかけたいんですけれど、マイナス8.24ということで、まあちょっと8.3917なんでね。来週、どこかで上振れしてもここまでは届かないかなと。もう少しね。 はい、購入しておかないといけないのかなということで、まあ来週の月曜日か火曜日あたりで、まあ7.5とかね、7.4になったところで追加購入をして、もう少しだけ平均し得く単価を下げておいて、まあギリギリのところですよね。8点ね、どうでしょう、2。 8.2まで落とせないかな。8.3前半とかだったらね、ちょっとギリギリで届かないかなというところがあるんで、ちょっとこれ予算をね、考えていきたいかなと思ってます。まあ、ですけれどね、基本的には8月の第3金曜日、ここをね、一つのターニングポイントということでね、考えておりますので、まあ、ここまでにどれだけね、テスラにバイブルの平均ストック単価を下げれるのかのチャレンジをね、続けていきたいと思います。まあ、あまり無理はしませんけどね。 TMF の方うも、まあ、ボリンチャーバンドプラス2シグマに沿った、ねえー、バンドウォークを起こしてくれそうな気もするんですけれども、まあ、こちらもね、えー、次の本格的な上昇っていうのは、PCE なのかなというふうに思いますんで、まあ、そうなると、まあ、このあたりでね、レンジを形成していくんじゃないかなと。 いうふうに思いますんで、まあ、今週から月末にかけてレンジに入っていて、で、まあ、月末でガツッと上昇というようなね、まあ、イメージをしております。DPSD はどちらかというとね、じわーっと上昇していっているような気がしますので、まあ、こちらもね、月末の PCE 待ちと。QLD もしっかりと高値を更新していきそうな雰囲気ですよね。QLD は NVIDIA の決算後楽しみということになりますので、まあ、 QLD とかファングプラスとかソクルとかっていうのは22日で上げて31日で上げてまあそれまではじわっと上昇しながらのレンジ。 というようなね、形で、まあ、NVIDIA とかの決算が反映される銘柄と反映されない銘柄があると。反映される銘柄は今月あと2回の上昇期が見込めると。NVIDIA の決算とかが含まれない銘柄は31日の PCE で上昇するというね、まあそんな感じのイメージでいいのかなと思ってます。1日遅れで出ますレバナンスは 37, 3万7893円と、まあ3万8000円割ってきましたけれどね、またそのうち3万8000円。 回復して43,151円を目指しててくれると。まあ、とりあえず NBTI の決算後、ここ83,000円台を回復して89,9,000円台というところで見ていきたいと思います。10年債ですね。こちらも一休みということで、こちらは PCE まではレンジに入って PCE 後、しっかりと下がっていくんじゃないかなと思ってます。 2年歳10年歳超短金利差逆転ということで、逆イールドですね。えー、こちらの方も0.405と、まあ、相変わらずね、結構離れてるなということで、まあ、本格的な利下げが始まらないとね、逆イールドの解消がないと。そうなると、ね、逆イールドの解消をするまでは株価が上がると言われておりますので、まあ、5月、6月、もたもたするかもわかりませんけれど、後半に向けてね、加速していく、ね、再建利回り低下、そして株価の上昇というのがね、 見込めるかもかもわらないですねさすがにね、まあ、ファングプラスの方も、えー、こう、停滞期に入ってると。まあ、これもね、はい、22日の決算待ちということになってます。1日遅れで出ます、ファングプラス。こちらの方は高値を更新してきましたということで、えー、設定来際高値になってます。5万4865円と。 2023年の取引実績は3月から12月で4663ドル46セントプラスでした。2024年は1月にラブを打ったきりなので、まだね、243ドル4セントしかプラスになってません。今年はテスラが売れるか売れないか、これによって実現損益が大幅にプラスになるのか、ならないのかが変わってくると。 まあ、利下げ観測なんですけれどもね、基本は9月、11月で1回目の利下げ、12月、年明けの1月で2回目の利下げと織り込まれております。6月12日にドットプロットが出ますので、マーケットの思惑と FOMC、FR メンバーの思惑が一致するのかどうか、ここがね、6月の FOMC の要注目ポイントとなります。 絶対に負けない取引。株価が下がれば含み益下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。 損切りの必要はありません。株価戻るまで余裕ぶっこいて感染。ただし余裕ぶっこくためには下がりきったところ、そこで付近かなと思ったところでしっかりとスポット購入できていれば、さらに余裕をぶっこいて感染ができると。そのためには入金力、これを高めていくしかないということで、まあ、どこまで行っても株式は入金力ゲームということになりますので、入金力をつけるために労働収入の収入を増やしていくのか、 それとも資産収入からね、えー、しっかりと資産を、ね、入れ替えていって安、ね、高くなってる株を売って、安くなってる株を買っていけるのかどうかと。まあ、このあたりの、ね、投資家センスが問われるということになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。